どうも、新宿アボイ金城です。以上です。新宿アボイの中年の視聴でございます。はい、今日ね、東洋館のスペシャル予選の日ですけども、はい、福島ひろしと千田光雄っていうね、漫才コンビが出るみたいなね、漫才するんですね。漫才をするんですよ、千田光雄さんは。楽屋入りしたらもうね、千田さんもね、袖でずっと見てた、ね、見てたね。千田さんってあんなちっちゃいんだね。ああ、そうそう、なんかすごい大きい人なのかなと思ったら、めちゃくちゃちっちゃい。何回も見かけたことあるから、浅草でさ、うん、思ったよりちっちゃいよね。ちっちゃいなぁ、うん、そうそう、テレビで見ると迫力があったから大きく見えたかな。そう、いや、なんかだから東洋館だけど、下の演芸ホールで、うん、歌春師匠が仕切りの時、1年に1回、うん、は毎年生島ひろしさん出たりしてて、で、前回千田光雄さんも出たんじゃないかな、その演芸ホールの方は。あ、そうなんだ。だから今回はそのコンビ組んでるというか、なんかそれこそ今回これ出るにあたってなんか取材かなんか受けて、なんか M1 とかも出ていきたいとか、なんか、あ、じゃあ結構本格的な、うん、ネット記事見たよ。あ、本格的なんだ。じゃあだからどういう感じでね、え、まあもちろんさ、もう言ったって経歴長い方だからね、どういう感じ。でも漫才はやってなかったでしょ。漫才はやってないから、どこまでしっかり漫才の形式を取るのか分かんないけどね。どんなことやるのかな。やっぱギャグはやるよね。ギャグはやるでしょ、それは。なはなは、まあ、実況とかすんのかな。生島ひろしさん、なんだ、どうすんだろう、何をどうするんだろうね。ちょっと楽しいな。あれだね、生島ひろしさんの事務所あ所属だよね、千田光雄さん。生島、なんだっけ、企画室だっけ、なんかそういう事務所の名前だよね。じゃあ間もなく出番ですよね、生島さんね。あと20分ぐらいで。俺なんかさ、今でこそさ、テレビショッピングってさ、うん、全然もう、なんつうの、いろんな人やる、うん、じゃん、はい。で、昔のテレビショッピングってさ、うん、いや、この人懐かしいなみたいな方がやってるイメージがなんかすごいあったじゃん。はいはいはい、なんかすごい、うん、昔一世風靡した人ねとかがやるイメージだったけど、うん、で今は全然フラットみんなね、普通にテレビショッピングとやってるけど、生島ひろしさんがテレビショッピング、まあ今でもやられてるけど、に出た時結構衝撃だったんだよ。え、生島さんがテレビショッピングやるんだって。それがものすごい新鮮で、それはどういうあれだった、衝撃だと。いや、もうだって生島さんも脂乗ってガーやってる時だからさ、それでそういうテレビショッピングに出るんだっていうのが、なんかだから異様に説得力があったよね。なんかさ、とかさ、安いとか、なんかさ、嘘くさい感じのやるじゃん、なんか、やってたじゃん、はいはい、そこに生島さんが普通のトーンで、うん、普通のバラエティの番組の司会のようにテレビショッピングをやりだしたからさ、それがすごいびっくりしたっていうのもある。あ、消費者金融の CM も今でこそいろんな人出てるけど、うん、タモリさん出た時とかやっぱりびっくりしたもんね。消費者金融の CM にタモリさんが出るんだ、それと同じような感覚。そうそうそう、なんかそれは思うんだよな。なんか生島さん、なんかほら、アッコにお任せとか俺めちゃめちゃ見てたからさ。あれ出てたの、アッコに。生島ひろしさん出てるよ。ミネさんじゃないんだ。ミネさんの前とかだ。あ、そうなの。そう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 、生島世代じゃないんだもんな、俺ら。まあまあ生島世代でもないけど、なんとなくそのフリーアナウンサーの、まあもちろん古田敦さんとか久米宏さんとかいろいろいたけど、もうどっちかというとバラエティーをがっつりやるアナウンサーっていうイメージだったよね。あ、そうなんだね。いろんな番組やってて、その中でテレビショッピングも MC で番組やりだしたからびっくりしたっていう。はい、そう、すごいね。鳥じゃないんだね。あ、スケジュールの都合かな。鳥はね、ピロキさん、うん、なんですけど。決まってるんだ、鳥は。一応鳥はね、なんとなく毎回ピロキさんらしいですよ、あ、うん、このスペシャルスペシャル予選、うん、じゃあやっぱりあれなんだって。ほら、漫才協会で基本的に取り取ることないじゃん、ひろきさんは、うん、一応、はいはい、ピンだから、はあ、うん、だやっぱり取りを取るってひろきさんの中でやっぱり取るって、ね、ああ、そうだ、うん、だ毎回やっぱり取りの立ち位置で、なるほどね、うん、出番っていう、
でも今日はね、満員御礼とか、あ、満員御礼立ち見になりますみたいな感じになりましたね。平日でこんだけっていう、やっぱりだからそれこそ生島ひろしさんの、そのあれがあるんですよね、それを効果、うん、あ、もちろんですよね、のお客さんが来たりとかもあるかもしれない。なんかこっからどうなるかだよね、一個中入り挟むから。そうだね、中入り挟んでね、最後のブロックに我々出ますから。うん、こんな生島ひろしさん、千田光男さん終わった後中入りです、そこで帰っちゃうか、帰るかもしれないから ね、だからマシンガンズ見に来たお客さんみたいな感じだったらみんな出ていくじゃん、はいはいはい、確かにね。だから生島さんと千田さん見れたから、あ、満足っつって帰る、帰る感じ、時間的にも結構な時間になるから。そうね、うん、4時前だからね、それあるかもしれないね。だからうちらはピロキさんの前なんで、前だから取り前なんで、だからもしかしたらね、誰もいない状態で、いや、あるよその可能性ちょっと考えてると思う。それはそれで寂しいけどまあね、なんかうちらはあれですよ、取り前でいいですかって連絡が来たから、ああそう、この時間でいいですか、全然、うん、何時でもとか言って、なんかあるんですかね、工場の作り方、うん、なんかでバランスは取ってる、まあもちろんね、あの、いろんな、ピン小林健太さんがいるから、うん、まあ漫才挟むかみたいなことかね、多分そうだね、あ、うん、まあ、あとは出演する人の、まあ、スケジュールとかもね、 あるだろうし、いろんな兼ね合いではあると思うんだけど、前半はだいぶ漫才協会感がすごいですけどね、うん、確かに、うん、あまり好きもあまり好きもやってるのかバタバタ、うん、ね、まあまあもなくということで、はい、今あんまですで、ゆる、あ、じゃあゆるかさんやって、うん、生島さんと千田さん、千田さん来てね、はい、じゃあちょっとせっかくですから見させてもらおうかな、はい、はい、じゃあそれだけで、そうですね、ありがとうございました。